え、でももしかしたら番長が普通に喋る可能性あるってことですよね。番長は普通に喋ってないの。どういうこと。あー、そういうことね。しっかり滑舌よく喋ってるってことね。いやいや、でもほら、あれ見たよ。ショート見たよね、ね、ショート。え、ありがとうございました。めっちゃ普通に喋ってるショートはあったよ。知らないんだけど。少女漫画ないない。キャー、遅刻遅刻。あ、ちょっと君。いや。頭に大学芋をついてるよ。トゥンク。くにゃ。キャー、遅刻遅刻。今、曲がり角に向かって食パン加えながら走ってるわ。ドン。キャー。いたたたた。ごめんなさい。ごめんね。大丈夫？立てる？トゥンク。デビューして1ヶ月経ったので、リクロスメンバーの真似をしてみた。可愛い女の子かと思った。じゃじゃーん。青くんでした。いや、あの、はじめ、うん、めっちゃ言ってるんですけど普通に喋れるんですよ。